メリッサ・ギルバートは、アメリカ合衆国の女優、政治家、同国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。日本では、子役時代の長編ドラマ作品、大草原の小さな家のローラ役で知られる。生後3日で俳優ポール・ギルバートと元女優、バーバラ・クレインの養子として迎えられる。大草原の小さな家に、ウィリー役で出演していたジョナサン・ギルバートと女優のサラ・ギルバートは、戸籍上は兄弟である。2歳から CM に出演し、7歳で本格的に演技を始める。1974年より放送が開始された TV ドラマシリーズ、大草原の小さな家でローラ役を演じ、一躍子役スターとなる。1984年のスペシャル、リトルハウス、ブレス・オール・ザ・ディアー・チルドレンまでローラを演じ続けた。最年少でハリウッド・ウォーク・オブ・フェームを受けた。15歳の時に制作プロダクションを設立し、奇跡の人を制作し、エミー賞にノミネートされた。以降はテレビを中心に活動している。2009年に自伝、大草原の小さな家主演女優の半世紀、ローラと呼ばれてを発表し、過去にアルコールやドラッグ中毒であったことを告白した。2015年8月10日、2016年の選挙において、ミシガン州の選挙区で民主党から下院議員に立候補することを発表した。しかし、2016年5月、健康問題を理由に撤退を表明した。俳優ロブ・ローとの交際は有名で結婚まで噂されたこともあった。それ以外にも、トム・クルーズ、ジョン・キューザック、スコット・バイオ、ビリー・アイドルなどと浮き名を流す。大草原の小さな家で敵役だったネリー役のアリソン・アーン・グリンとは実生活では親友。逆に姉のメアリー役だったメリッサ・スー・アンダーソンやオット・アルマンゾ役のディーン・バトラーとは撮影当時から一定の距離があったと自伝にて認めている。1988年に脚本家のボー・ブリンクマンと結婚し一時も受けるも、1992年に離婚。1995年に俳優のブルース・ボックスライトナーと再婚したが、2011年離婚を申請した。そして2013年4月、俳優のティモシー・バスフィールドと再婚をし、ミシガン州に移住した。ありがとうございます。